ポチッとな。はい、こんにちは、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、またラジコンのレビュー、開封レビューです。ですね、これはですね、リサイクルショップで購入してきました。価格は300円でした。税抜きで300円でした。それでですね、これはですね、ジェットスキーということですね。まずラジコンになっております。このようなコントローラーがついているそうです。ですので、ちょっと一回開封してきます。これは新品だということだったので、テープがいろいろついてますので開封していきたいと思います。やっぱり新品をですね、開封するときって結構ワクワクドキドキしますよね。これはですね、説明がついてます。説明書代わりになってますかね。もうちょっとやっぱり古いだけあってですね、こっちこっちかな、カメラ越しでですね、これ撮影しながらやってますね。なかなかですね、手が回りきらなかったですよ。結構大きいですね、これは。これはですね、後ろに、あ、これ留め具がついてますね、これ。これは何ですか？プラスチック、あ、そっか、これを取らないといけないと。こっちもそうですかね。これでコントローラーの方ですかね。コントローラーのとこに入れますね。コントローラーが出ました。随分長いアンテナになっております。よいしょ。ネジがついてないといけないんでしょうけど、ネジがついてないです。まあそれはいいですけど、そうですね。しょうがないですね。生産国がまあ、チャイナですよね、もちろんね。大丈夫ですね。製品もですね、最近は他にできないですよね。やっぱりこれはネジを精密ドライバーとかで押すんですかね。精密ドライバーで、で外しました。外すと、とりあえずこれをつけておかないとまずいいですかね。これをですね、外すと、
電池ボックスらしきあたりの、あ、これプロペラついてますね。でこれをやっぱ外さないといけないですかね。よし、あ、きつい。どうす、あ、これは、あ、そっかそっか、あ、そうかそうか、これはただ単に外してはいけないですね。外さないでもいいように、これがまこういうことですかね。そこがパカッとなるんだね。ならないのかな。どういうことでしょうか、これは。説明書を見ないとわからないですけど、あ、これこれか。つまみを外すと、これはどういうことかな。パパンといくのかな。どうすれば外れるのかがわかりません。ここに電池が入る予定なはずですけど、しっかりくっついちゃってるような気がしますね。どうしたもんですかね。まあ、セルフドライバーで。外れません。パカッと外れてくれるはずなんですけど、何かやり方が間違ってるんでしょうか。めちゃくちゃ硬かったんですね、これ。めちゃくちゃ硬かったですね、これ。それではですね、乾電池を100均で買ってきましたので、これを3分ですね。でですね、あとはこちらの方は、9V の方ですね、9V の、でですね。
らはプラスですね。どういうことですかね。ではスイッチオンにして、プラスマイナス間違えてました。失礼しました。こういうことですね。で、あれ、うん、これは間違ってはないですよね。ないかもしれないです。グラ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 してますね。これプラス、ああ。なりましたね。押してる間だけ働くってことですね。これは面白いですね。じゃあこれをカバーで入れてですね。よし。で、うん、ダウンを。工作精度が、こういうなるんですね。これは入れないのかな。あ、入った。ということですね。これで一応完成というかセッティングが終わった状態です。ね、こんな感じですね。面白い。スイッチオン。下のですね、プロペラが回りますので。で、バックですね。あ、そっかそっか。で、これをですね、これをつけないといけない。
原に出かける時があったらですね、動かしてみたいと思います。こんなところで、ね、今日はですね、ご視聴ありがとうございました。マイクでした。